では和田様、本日もお越しいただいてありがとうございました。はい、まずはじゃあここに来ていただいた理由をね、聞かせてください。はい、はい、結構長いことを、かかとの痛みが続いておりまして、うん、それでまあいろいろ医者の方にかからせてもらって、はい、その結果は足底筋膜炎というふうに診断されて、うんうん、電気治療ですとか、はい、マッサージとかを受けていたんですけれども、はい、なかなかこう通っていても改善の兆しがなくてですね、はいはい、でその中でこうインターネットで調べてみたところ、こちらのホームページを拝見させていただいて、はい、原因から何から、はい、非常に詳しく書いてあったので、あ、そうですか、はい、知識のある先生だなと思ったので、はい、お任せしてみようかと思いまして、あ、はい、こちらに来させていただきました。 ありがとうございます。でその後、はい、状況の方いかがでしょうかね。はい、はい、通い始めてから、はい、もう1ヶ月を経つか、うん、そのぐらいの時期にはもう痛みがほとんど感じないぐらいまでなっていきました。うん、はい、ただ通い始めて1回目の時に劇的にちょっと痛みがなくなるようなことはあって、うん、でそれ以降徐々にちょっとぶり返してきた時期もあったんですけれども、うん、まあもともと先生の方からそういう、うん、一気に治るわけではないし、はい、こう波があって、はい、だんだん徐々に良くなっていくというふうな話を聞いていたので、はい、まあ教えていただいたストレッチをずっと続けていく中で徐々に徐々に改善していって、はい、ただ1ヶ月という短い期間で、うん、回復に至ったので、だいぶかられましたもんね。それは結構驚きだったので、あと陸上もされてますもんね。そうですね、そういう練習もねしながらという、そうですね、やっぱり怪我っていうと安静にしなきゃいけないイメージありますけど、まあ運動する中でもうしっかりケアしていけば、はい、うん、治せるものなんだなっていうのも驚きの一つでありました。はいはい、じゃあ最後に、じゃあこれを見ていただいている方に、まあ、簡単に一言。そうですね、まあいろんなお医者さんいらっしゃると思いますけど、はい、こちらの近藤先生も非常に、はい、知識があって、はい、怪我の原因から、はい、一つ一つ細かく丁寧に教えてくれるので、はい、そこが僕は非常にいいなと思っていて、はい、その根本的な治療を目指す上で、最適のお医者さんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、今後ともね、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい。